はい、こんにちは、カズボーです。ファイナルファンタジー40エディションを続けやっていきたいと思います。前回ね、月まで行きまして、それでね、戻ってきたらバブイブの巨人が復活しました。ということで巨人に降りてね、セーブもできなかったんですけど、いきなりバックアタックとかやめてほしいよね。今ちょっと後戻りできないんで、攻略するしかないですね。先生は後ろでもいいよな。そうだよね。目がピカピカ光ってる。強っ。いいかな。鉄器具。まあどっかでね、コテージ使えるとこまでね、行かないとね。強えなぁ。目玉焼き。巨人の首、巨人の胸、アイテムはね、ちゃんと回収していきたいんだね。サーチャー、あれだ、巨人で。強えんだけど後ろ。
まだ崖覚えないね。光のカード、ダメージが異次元。エーテルとかも使いたくないしな。エーテル出てきたね。またかい。参加が必須だねこいつね。お、コテージ盗んだ。あ、こいつでレベル上げできるんだ。休める場所さえ見つかれば。ん？上止まってるじゃん。エンジバって直んねんだっけ。寝薬で起きたらビビるよ。巨人のこと。用意してる。はい。不意地ばっかだな。勘弁してよ。
ロングじゃ50になっちゃったよ。ああ、やだやだ。なくなってきたな。もうちょっとで多分コテージ機械があると思うんですけどね。銀のリンゴ。スパーか、しょうがねえか。まあ積みはしないと思いますけどね。クロマ同士はさ、アスキル使えるからまだいいですけど。強えな。まだ崖覚えねえの？ファイガとかサンダガとか。いいよな、普通に。いや、そこ1かよ。マジか。後ろかな。マジか。ダメだ。アイテムつけたらアウトだ。まいったな。
セーブ場所がどっかにあって、あそこだ、上だ。ラストアーム。なんかここに来てやばいんじゃない？モンスター見つかった。まずいね。固められちゃうよ。大丈夫。あ、よかった。なんだあれ、核爆発ってやめてくれよ。そうだ、力出す。違う、もうちょいだな。あそこセーブ場所でまで行けば、最後の難関。ちょっと全力で行こう。巨人兵がやばい。やべ。やべえ、そこやばい。よかった。この光は渡さんとかないよね。よし、はい、ということで今回ここで終わろう。次回はね、ここでコテージ使えるからね、回復はするんですけど、アイテムの限りあるんで、ね、この先どうなるかですよね。いけなくはないと思うんですけど、リリアがちょっとな、物足りないけど、風水屋行くから大丈夫かな。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。